2月14日の調整で、ブルクマイナス5から6に情報修正された新名乗りか。ノーマル源の良し方を紹介するよ。このカードは、以前から使っていて、その頃から使用感は良く。ここからさらに強くなったら壊れではと思ったけど、案の定ぶっ壊れ、軽略になってたよ。軽略効果は、指揮後の範囲増なんで、武力マイナス6に速度 0.4 倍。自身に、軽力マイナス40のデメリットこそあるものの効果値は、まるで指揮7に大型級。そのデメリットも、自身は根炎原子でからあまり気にならず、ダダ破格の性能。ただし、スペックが、ニコス武力6で、藁や牙森での採用が主になりそうかな。号令士官がデッキに採用する場合は、核兵力の低下に注意。これでしまいか。流派発動。一の型。くせ者。打ち抜け。くせ者。打ち抜け。これが俺の全力だ。波乗りだ！ニューハ発動！一の方。打ち抜け！打ち抜け！かける！いかなる脅威もこの陣には届かん。貴様も道連れにしてくれる。潮時か。打ち抜け。次へさせぬ。やれ。打ち抜け。息子を頼む。セブロ。やれ。打ち抜け。まだ俺は。打ち抜け。悪魔め。くせ者。波が来たな。流派発動。三の方。攻勢に転じる。打ち抜け。いかなる脅威もこの陣には届かん。セブロ。貴様も道連れにしてくれる。打ち抜け。波乗りだ。打ち抜け。来い。
つい貴様流派発動三の型まだ俺は打ち抜け打ち抜け素手なら、ヒナも鷹の目をえぐる打ち抜け貴様も道連れにしてくれる打ち抜けする打ち抜け打ち抜け捨て物波乗りだ波乗りだ波乗りだ打ち抜けついえさせぬ大波に乗るぞこの試合のように神明のリカーンは式後ながら相手の式6や式7とトレードができる。ぶっ壊れ性能になっても落とせるとこはちゃんと落城しとくよ。今回は3試合この試合は相手1部隊を対象に使用した試合。計略名に罹患と入ってるけど三国志大戦の頃と違い対象が一部隊でも効果は下がらないから覚えておきたい。かかれ！かかれ！くせ者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 ！かかれ！これが俺の全力だ！捨て物！流派発動！一の型よろしい我が輩が相手する我が乱は終わっていない波乗りだ波乗りだわしが餌になる獲物を撃ち逃すくまめ息子を頼む波乗りだ手に転じる。くせ者！かかれ！波乗りだ！
我が乱に魂をかける。流派発動。見ろ方、貴様も道連れにしてくれる。ここで息食らった。落としたのは反省点。打ち抜け。かなり有利な状況だったから粘らず、安定行動のみでよかった。まだ俺は。打ち抜け。とはいえ、サンコスの式6を神明の旅館のみでコミックさせることには成功。武力と速度の低下を生かしきれる局面なら、単体への使用もあり。一の型流派発動。三の型渡したて。今度は負けねえぞ。大波に乗るぞ。ドカンだ。前期我が乱に魂をかける。来い、水陸損。いざ出陣。打ち抜け。まだ俺は。貴様も道連れにしてくれる。打ち抜け。やれ。流派発動。見ろ方、大波に乗るぞ。かかれ。わしが餌になる。獲物を打ち逃すなよ。打ち抜け。一本の波に乗れるのは一人だけだ。行くぜ。落としたて。戦記各紙は連マッチ想定。戻ってみせ。今回はもう一試合やるよ。ことは分かっているさ。よろしい、我が輩が相手しよう。チェスト打ち抜け。隠れていては仕事ができません。波乗りだ。来てもらう。波乗りだ。何者だ。
かろう。撃て、クセブロス。波乗りだ。天からの迎えか。流派発動。一の方。悪魔め。今度は負けねえぞ。お立ち立て。苦しい。息子を頼む。ついさん。いざ出陣。攻勢に転じる。私を侮ると死ぬことになりますよ。打ち抜け。セブロス。ジェスト。打ち抜け。何乗りだ。何乗りだ。何乗りだ。流派発動。三の方。打ち抜け。苦しい。ジェスト。大波に乗るぞ。撃て。まだ俺は。悪魔め。打ち抜け。撃ち抜け。私を侮ると死ぬことになりますよ。撃ち抜け。打ち抜け。撃て。潮時か。打ち抜け。お立ち立て。帰れ。水産。撃て。撃て。絶対に戻ってみせる。三の方。戦況に応じて形を変える。それが戦よ。戦機開放。何が来たら。まだ俺は。
通りだ。負けねえぞ。貴様も道連れにしてくれる。くせ者ジェスト。もうよかろう。くせ者私を侮ると死ぬことになりますよ。打ち抜け波乗りだ。息子を頼む。潮時か。ジェスト悪魔め。ジェストクセモノドカンだ。絶対に撃てにせる。最上君のぶつなぎる届け。私を侮ると死ぬことになりますよ。流派発動。一の方。悲しい。まだ俺は。公正に転じる。お立ち立て。こんな城イシャラ棒でひとっただけじゃ。波が来たな。来い打ち抜け。追三チェスト。ご視聴ありがとうございました。